この舞台を一言で言うと、日本の心と美を伝える、この一言に尽きると思います。日本の人たちには、改めて私たちの文化の素晴らしさを認識してもらい、そして次の世代に伝えていく。世界の人たちには、日本の先進性、文化を知ってもらい、魅力ある日本ブランドを確立して、もっともっと日本ファンを増やしていく。そんな舞台でありたいと思っています。この舞台のストーリーは、日本の神話をベースにしています。融合と調和のテーマのもと、能、日舞、現代舞踊、そして生け花、和楽器と西洋楽器を組み合わせた演奏の中、宇宙の始まりであるビッグバンから八百万の神様が次々と生まれてきて、やがて稲穂や五穀の種が誕生するまでのストーリーを表現したものです。この舞台ではセリフはほとんどなく、誰が見ても楽しめるようなビジュアル絵巻の舞台となっています。音です。静寂という音をぜひ感じてもらえたらと思います。次に光と影、陰陽の世界です。光と影の中、ちょっとした仕草の中にも醸し出される能面の美しさ、光と影が絡み合う世界で展開する舞踊の美しさと力強さを感じてもらいたいと思っています。能や日舞、歌舞伎など日本の芸能の原点は収穫への喜びと祈念からスタートしたものだと思います。それが神事となり、民間の間では田楽や猿楽となり、そして能、歌舞伎、日舞などの芸能へと昇華していきました。この舞台では芸能の原点である祈りと感謝、奉納舞台の原点に立ち戻り、私たち日本の文化、精神性の源流を見つめ直す舞台として制作いたしました。日本の心とは感謝の心、この一言に尽きると思います。例えばいただきますという言葉があります。この言葉には人々の働きや自然の恵み、全ての命への感謝の心が込められています。食とは他の命をいただくこと、そしてその他の命の犠牲のおかげで私たちの命が生かされている。私たちは全ての命のつながりの中で生かされている。そうした感謝の心が詰まったとても素晴らしい言葉だと思います。また四季折々の食材を大切にする和食という食文化もあります。和食文化も自然の中で生かされているという感謝の心が食という形になったものだと思います。そうした私たちの心の源流はどこからスタートしているのかというと、万物に宿る八百万の神様の存在があるのだと思います。西洋では山を登った時に山を征服したという表現が一般的ですが、日本では山に登らせていただいたという考え方になります。日本にいると当たり前のことかもしれませんが、木の枝にもお箸にも石ころにも、あらゆるところに神様の存在を感じる私たちの精神性、考え方はこれからの時代とても大切なことであって、国内だけでなく世界に向けても発信すべきものだと思っています。この八百万の神様のストーリーが描かれているのが日本の神話です。最初からこの世界に八百万の神様が存在したのではなく、宇宙の始まりは一柱の神様からスタートしました。それは一粒のもみが育って万倍の稲穂になるように、私たちの神様も最初に姿を現した一柱の神様からスタートして、何百万もの神様が生まれていったわけです。そして私たちの食の起源となる種も食の神様大血姫から生まれてきたものです。そう考えると、私たちが食べているものには全てに神様の命が宿っているわけで、改めて感謝の一言に尽きると思います。2020年、東京オリンピックがあることで世界が日本に注目しています。日本を発信する最高のタイミングが今です。日本の食は美味しいとか、日本の製品は優れている、そうしたことはある意味表面的なことでしかなく、その根幹には日本の匠の心があり、そしてその心の源流には八百万の神様という精神性があるのだと思います。食材一つ一つが命であり、また製品のネジや部品にも神様が宿っている、そうした心を持っているのが日本だと思います。日本を伝える、日本のブランドを構築するということは文化を伝えることであり、その背景にある物語を
世界に向けて発信することだと思います。この舞台がそのきっかけになればと思います。2017年1月、ロサンゼルス上演は口コミであっという間に広がり、チケットは完売、当日はキャンセル待ちが出るほどの大盛況でした。また上演後のアンケートでもアメリカ人観客からはほぼ満点に近い最高評価をもらうことができました。今回のこの上演でこの舞台は言葉と文化を超えて万人の人たちに楽しんでもらえることができると強く実感しました。東京上演では日本の文化発信の舞台として、国内の人たちだけでなく訪日観光客の人たちにも楽しんでもらえる新しいエンターテインメントとして上演していきたいと思っています。また地方においても地方のアーティストや伝統芸能の方々とコラボすることで地方に根ざし、その地域の人たちだけでも上演できる内容にしたいと思っています。そうしたことによりその地域のインバウンドの観光客相手のエンターテインメントとして定着させ、地方の活性化にもつながればと思っています。